ございます。ラブリーでございます。今日は楓で。ドゥルル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 。楓での楓です。ちょっと待ってね。昨日ね、松吉さんのチャンネルであれ上がってる動画見ました。心拍、弱った心拍を救出せよみたいなタイトルで動画があってたと思うんですけど、あの心拍ね、中でも解説していただいてたんですけど、僕が松吉さんに昔送った心拍でコラボさせていただいた時に、松吉さんにこんな企画どうですかねって感じで提案させていただいて、その時に送った心拍なんですけど、分かった、ごめん、楓ね、今日これ楓なんですけど、はがりやろうかなと思ってます。喋りながら同時にやった方がいいね、効率が。楓をはがりしながらちょっと松吉さんと話しますね。松吉さんにこの心拍ね、コラボさせていただいた時に送らせていただいたんですよ。松吉さんってお店ボアン菜園やってるじゃないですか。で、まあ楽天だったりメルカリだったりヤフーオクだったりいろんなところで出品されてるんですけど、この松吉さんのお店の花織松吉盆栽園、すいません名前ちょっと間違えてたごめん、のすごいところって、買ったことある方は分かると思うんですけど、樹勢がいいんですよ。松吉さんが出してる黒松とか千住丸とかね、そういう、まあ大きい千住丸買ったことないですけど、松吉さんが出してるものってとても樹勢が良くて、良品ばっかりなんですね。なのでその技術の方をうまく伝える方法ないかなって思って、まあこれだって思いついたのが、うちにあるスリッパだらけの弱った心拍を松吉さんに送って、それを松吉さんが回復する過程をこの動画にするっていう企画どうですかねって松吉さんに提案して、でいいよって受けてくれたんですけど、まあ結構無茶ぶりなんですけどね、このかなり弱った心拍を送ったんですよ。今それを回復させるためにいろいろと尽力していただいてるんですけども、それがね、まあまあ実際枯れるかもしれないです。これから先ね、枯れるかもしれないんですけど、結構ねうまくいく可能性も大いにあるなって思って、松井さんのそのね、プロの腕前で心拍が回復したらすげえ面白いなと思いますし、うちじゃダメだった心拍、この日当たりの悪い環境で育ててすごく受精が落ちてしまった心拍を松井さんが回復することができたら、松井さんのやっぱプロってすげえなっていうのが見せれるじゃないですか。でそれがね、個人的にすっげえ見たくて、松井さんすげえってなるところが見たくて、その無茶振りさせていただいたっていう経緯があって、それの続編が昨日上がってましたよ。概要欄にねちょっと動画リンク貼っとくんで、よかったら飛んでみてくださいと言ってる間に、楓剥がり完了。じゃ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 、こんな感じ。ほい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 、いいね。うわ、ミスった、ビフォーの写真撮るの忘れてた。これねブログにも同時に使ってて、この素材で写真とか撮ってブログにそのままベタベタ貼っつけてるんですけど、ビフォーの写真撮るの忘れた。まあいいか、はい、こんな感じになりましたぜ。ぜいぜい、で、まあ枝ね、徒長してるとこあるんで、そこ切り戻していきます。これね、これいらなくないですか？この枝。ここからね、立ち上がりがあって、ここまで来て、ここで枝分かれするじゃないですか。こことね。で、ここから、分岐点からさらに奥に行くんですよね、一回。
こうやって見たら奥に流れてるんですよ。奥に流れて回ってここに来てる、この角度、これなんかすげえいい役ないですか。こうね、だからこれはもうがっつりここまで切り戻してもいいかな。これなくてもいい、最悪ここまでなくてもいい。曲げて動くもんじゃなさそうなんですよね。もうガッチガチになっちゃって硬い。これ曲げたらね、多分折れます。だから曲げるっていう選択肢はないんで、切り落とすしかないかな。で、ここで切り落とすか、ここで切り落とすか、ここでいくかっていうところだと思うんですけど、これね、挿し木しようかなと思ってるんで、あのね、だから今は切らないです。今は切らずにこの程度で押さえておいて、春この辺からね、まあ、どっから切るかその時気になるんですけど、ブシッと落として、それをそのまま挿し木して、上は上でね、この曲が入った状態で挿し木がついたら面白いじゃないですか。それに使おうかなと思ってるんで、今は触る、ここまで、今日はここまで、上切るか。良くなるんじゃないかなと思ってます、個人的に、将来楽しみな一鉢でございます。じゃあ松下さんの動画ちょっとね、僕提供した側だから、ネタをね、ネタとその心拍自体を出した本人だからなのかもしれないですけど、見ててすげえ面白かったんで、よかったらそっちの動画覗いてみてください。じゃあ水まいて行ってきます。バイバイ。